篤吾はツイッターにて「僕を雇ってくれる会社を募集します」と掲載条件については月収100万円無断欠勤を許す週休4日制1日3時間勤務を提示僕を雇うメリットは社員やアルバイト全員の専属マッサージを行い腰痛や頭痛肩こりの改善に尽くします SNS を使った広報担当として働くとアピールした。 これは元迷惑系のヘズマリューに影響を受けたらしいヘズマリューはツイッターで月収100万円で雇ってくれる企業さんを募集したら見つかりました福岡ナカスでキャバクラなど経営する大手ナイトレジャーリオグループさんですその時の提示は月100万円無断欠勤可能というものでした楽しんごはヘズマリューさんに憧れて行動を起こしたとされていますが月100万円無断欠勤 OK 週3勤務、1日労働時間3時間という条件に世間では、楽しんごではなく、楽しんごではないかと言ったとか言わなかったとか。